どうも皆さんこんにちは、速稼塾の久保です。今日もこのチャンネルに、チューニングしていただいてありがとうございます。こんにちは、インタビュアーのネオフィフジです。はい、ということでシーズン2、はい、第4話ということで、はい、早速ですが久保さん始めていきたいと思います。はい、シーズン2はね、はい、主にコミュニケーションがデジタルの世界でも起きているとそうですねいうことで、はい、今回もスマホ中心ですかね。そうですね、じゃあ早速ですね、スマホトラブルというね、はい、題名ですけど、久保さんはじめまして、24歳の女性です。はい、先日会社の同じ部署の女性3人、かっこ同世代、はい、と偶然帰りに一緒になりました。はい、お疲れ様と最初はお互い声を掛け合ったのですが、すぐに私以外の3人はスマホをいじり出し無言になりました。はい、かっこ私が話し始めたらみんなスマホを止めて相手にしてくれましたがと、うんうん、あ、よくありますね、状況ね。うん、私はあっけに取られてしまいました。うん、目の前に人がいるのに別のことをしているって、あなたに興味ないわって言ってるようなものですよね。はい、私はそういう行為が失礼なことだと今まで思っていたし、うん、そう教わってきたのですが、はい、今の時代では普通のことなのですか。はい、ということで来ています。結構こういうのはまあ僕としてはこう耳が痛いなぁ、ね。僕もなんかビジネスをするときは結構スマホ中心になったりするので、はいはいはい、夫婦の会話とかもスマホ目をやっついついやっちゃうことなんてあるんですけど、実際どうですかね。まあ失礼と僕も確かに教わってきました。はいはい、いや不快だと思いますよ。はい、はい、本当にね、ズバッと言えば、うんうん、でもやっぱりこの質問者の方ね、まだ若い女性なんで、うん、最後の方がちょっと気になるんですけども、うん、礼儀っていうね、人が抗いにくいものを盾にとって、うん、やっぱり他者をね、人のことを攻撃するのはあんまりよろしくないかなと思います。なるほど。うん、でもっと言えばですね、うん、確かに無礼だと思いますよ、これだから、うん、この放送を聞いてる方は無礼なんで、人に対してはしない方がいいと思います。なるほど。問題はされた時ですよね。はい。された時が、無礼だからするなっていうんではなくて、よくね、考えてもらいたいんですよ。うん。一緒にいる方が、あなたよりもスマホの向こうの人を優先してしまったっていう現実は変わらないんですよ。一緒にいるか、あ、だから今回で言うと、お友達3人が、はい、この質問者の方よりも、はいはい、スマホの方が今は大事だよと。スマホの向こうの何かの方が大事だと。LINE を返さなきゃいけないとか。はい、なるほど、なるほど。で、ここなんですよ。ここに多分、寂しさっていうものをね、やっぱみんな感じると思うんですよ。うん、あら、スマートの方に行っちゃったと。うん、仲良く和気あいあいとしたかったのに、うん、なんだよ、みたいなことになると思うんですけども、確かに無礼なんでしない方がいいと思いますけども、それをね、されてしまった時に、あれ自分とのこの人との関わりってこんなもんだったのかなっていう風な正しい評価をまずお腹の中に落とした方がいいと思うんですよ。あ、一緒に行って楽しかったらスマホ後回しにしますからね、みんな。確かに、うん、で、まあ私の場合はですね、目の前でスマホ出されたら、あ、自分とのコミュニケーションは今そんなに楽しくないんだなと判断しつつ、うん、もっと楽しくした方がいいかなっていう考えもありますけども、はいはい、もう一つは、あ、緊急な用事かもしれないから、うん、腹を立てるんではなくて、うん、その時間を相手にね、提供しようっていうふうに考えた方がいいですよね。なるほど。用事が済んですっきりした時に、うん、あ、ごめんねって感じで戻ってくれればいいじゃないですか。うんうんうん、で、まあ一つですね、配慮するとしたら、はい、あ、ちょっとごめん、急ぎなんで連絡させてっていうのをお互いにできたら、感じがいいかなと思いますよね。うんうんうん、そうですね。確かに。で、やっぱりね、人には、なんていう、こう、会社の、例えば会議の最中にスマホを取り出してする人っていないと思いますし、うんうん、初めてのデートの時にそのね、彼氏か彼女か分かんないですけども、その人の前でスマホたびたびは取り出さないと思うんですよ。はい、だからその人その人のその時その時の優先順位ってのはやっぱ変わりやすいんで、うん、そこでいちいち腹を立てるよりも、まあ、確かに寂しいですよ。寂しいし、なんだよ礼儀知らずめって思うかもしれませんけども、はい、だからといってその人をね攻撃するんではなくて、いろいろとそういう時だからこそですね、自分のコミュニケーションのことをちょっとね、考えていただいて、次に繋がるようにしていただければいいと思います。うん、まあ、次に繋がるっていうのはどういうことかって言ったら、今度は自分がね、楽しい時間を提供することによって、スマホの向こうの情報なんかに負けないぞみたいなね、うん、楽しさを持つか、もしそれが難しかったら、スマートフォンの方を優先させるような余裕を今度持ってあげてね、はい、あげてほしいなと思います。ただね、うん、ちょっとね、この人が本当にズバッと問題解決するとしたら、はいはいはい、皆さんが帰り道にスマホを取り出した瞬間にね、あれ
私としても面白くないみたい、邪魔みたいだから私帰るねってスタスタスタって、その空気を壊す勇気を持ってください。おー、そうしたらみんな、あ、ごめんねって気づきますから。なるほど、なるほど。もしくは完全に嫌われてあなた孤独になります。なるほど。で、孤独になったらもうすでに寂しさ感じないですからね。目の前でスマホを取り出す人間自身がいないんで、もう自体が、うん、そういうね、なんかちょっとね、自分が勇気を持った行動を取るか、うん、やっぱり心の中の余裕を持っていくかっていうことになってきます。まあ少なくともですね、こういうふうな投稿とか相談を、まあ、100回ここにしたところでですね、うん、それから1万人の人にこの同じ相談をしたところで、当事者たる3人に分かってもらわないと何も変わりませんから、うん、どう分かってもらうかっていうあなたのコミュニケーションが問題になってくると思います。ちょっと厳しいね、辛口のコメントになりましたけども、いかがですか。 だから、今のは、うん、あえてその空気を壊すような、そうですね、うん、だから私がいるのにっていうのをあえて言うってことですか。あえて、はい、うん、うん、そうそうか。でもね、久保さん、はい、今回のケースって書いてあったんですけど、はい、うん、なんか私が話し始めたらみんなスマホを止めて相手にしてくれましたとか、うん、はい、なんかまあ同級生とか同世代っていうところで、はいはい、お互いね、こう慣れ合いみたいなのがあるじゃないですか、うん、はいはい、でもなんかこう壊すって、うん、その空気を壊すって、はい、やっぱちょっとなんか勇気がいるなと思うんですけど、はい、それを相手に、はい、あ、そのね、こうあえて空気を壊すという意味で分かっってもらうっていうのはよくわかるんですけど、はい、なんかこうちょっとこうね、例えば同じ部署って感じなので、はいはい、明日から会社のね、コミュニケーションとか、はいはい、意思疎通が取れなくなったらどうしようとか、はい、例えば来週なんかね、飲み会をね、はい、あるかもしれないのに、はい、そこであえて空気悪くしたらどうしようなんて、はい、女性はちょっと感じるかなと思ったんですけど、もちろんその通りです。そこはどうなんですかね。今回の文面を見るとですね、うん、そのお友達は特にあなたに対して疎外感を植え付けようとか悪意を持ってやってるわけじゃないってことは明らかじゃないですか。あ、そうですね、うんうん、だからこの後半の方でね、礼儀がどうとかっていうのはね、確かにそうなんですけども、あの、その場の流れでそうなってるんだったら、そこは余裕を持ってですね、うん、あ、別にこれは自分をのけものにしようとしてとかね、うん、自分というのが楽しくないからそうしてるんではないってことを十分理解できてるわけなんで、もうそこはですね、大きな気持ちで自分もスマホ取り出して歩いていけんじゃないですかこれは問題そんなに深くないですよ。ただ、本当結論を言えばですね、あなたはそれをしないでくださいってことですよ。なるほど、ね、一つの学びになったと思うんですね、うんうんうん、これでされたらやっぱりそう思うなと、うんうんうん、で、友達も話し始めたらね、スマホを後回しにしてこう乗ってくれたんじゃないですか、うん、すごくいい人だと思いますよ、皆さん、うん、はい、だから関係を壊す必要はないですね。なるほど。どうしても我慢できなかったらわざとですね、空気を壊してもいいと思いますけどね。だから最後こう今そういうふうにおっしゃられたのと、はい、あえて空気を壊すっていうふうな回答が出てきたのは、うん、あくまでも、うん、そのちょっと礼儀を押し付けてるような、はい、あの感覚がちょっと垣間見えたっていう、はい、ところもあるってことですよね。そうなんですよ。はっきり言って礼儀っていうのは人に要求するものではなくて自分が行うことですからね。そう、確かに。マナーっていうのも似たようなことがあって、はい、あいつマナー全然マナーが守れてないよねっていうのは違うんです、うん、あなたが守るのがマナーであって相手に守らせるのはルールなんですよね。なるほど。ルールには罰則がありますから似たような感じになっちゃうんですけども、マナーもこの礼儀っていうのも自分がする行いのことなんで人に要求するものではないですね。まあ、ただなんかのね、お稽古事とかに、まあ、入門してれば別ですよ。弟子と師匠ってものがあれば、それは、あ、そこで学ぶっていう、礼儀を学ぶ、マナーを学ぶっていう意味で強要しなければなりませんけども、友達関係の間ではね、うん、いわゆる本当のこの空気感っていうものをね、見ていけばいいんじゃないかなと思います。なるほど。そうか。じゃあ礼儀を、あ、押し付けるものではないよっていうところですよね。はい。ちょっとね、後半の方で、あ、なんでこれ礼儀知らずめみたいな、うん。もしなっちゃってるんだったら、はい、そこは、もうあなたは礼儀を、重んじて自分ではそういう行動をしないと、人がしてもイライラしないっていうところで、はい、ちょっとね、心もとないところもあるかもしれませんけども、うん、あ、そこはね、ちょっと頑張って友達の関係を大事にしていただければなと思いますね、うんうん、確かに、まあね、話したら手を止めてくれたって書いてあるので、うん、別に悪気があるわけでもないですもんね。うん、うん、まあそれこそ本当にね、うん、すごく嫌な感じであればあえて空気を壊す勇気も必要なのかもしれないですよね、はい、やっぱりね、現象としては人は今スマホなしでは生きてないんで3対7ぐらいでリアル7、スマホ3ぐらいで、うん、なんかお互いね、コミュニケーションの時にも3割ぐらいスマホが、まあ、手元にあってもそれはね、お互いにもう認めていかないといけないんじゃないかなって気がしますね。そうですねまあしょうがないとこはもうありますからね、はい、もうしょうがないとこありますよね。
はい、うん、なるほど、今日も興味深い、あ、興味深いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、こういう形でですね、うん、また、SNS のこととか、最近はこうスマホとかね、デジタルのコミュニケーションのお話なんかも非常に多いかな、はい、そうですね。やっぱり割合としては皆さん暮らしの中で誰かとコミュニケーションを取るときって大体スマホ経由が多くて、ね、リアルでお話しする機会っていうのはすごい減ったんじゃないかと思うんですよね。そうですよね、まあ、だからこそ今回のテーマじゃないですけども、目の前に人がいるときはその時ぐらいはね、うん、大事に目の前の人を一番にしてもらった方がいいのかなと、うん、スマホずるする時間なんて結構ありますから、一人ぼっちの時間って結構ね。これスマホでも言えますし、パソコンでも言えますね。あ、パソコンも、はい、ついついね、はい、やっちゃう、僕もやっちゃうな、やっちゃいますね。ということで、はい、あなたもね、はい、スマホもしくは SNS とかね、はい、そういうコミュニケーションについて悩みのことをですね、またお待ちしておりますので、お待ちしております。特設クボの方に行ってもらってもいいですし、はい、私の方に行ってもらってもいいので、はい、お待ちしております。はい、はい、ということで、最近のクボさんはということで、はい、ありがとうございます。これのコーナーですけど、最近はどうですかね。つい先日までです。ゴールデンウィーク直前まで、はい、私、西日本をですね、車でぐるーっと。ああ、行かれてましたね。はい。はい、まあ、前回もお話したかもしれませんけども、はい、まあ、熱海ね、合宿がありましたんで、うん、あれを一泊二日でやってきてですね、うん、まあ、18名ぐらい来てくれたんですよ。私知らない方ばっかりだったんですけども、あ、20万もするね、合宿。20万 ?20 万もするんですよ。二日で？二日ですよね。すごいですね。うん。すごい、僕もこれこんなに来るのかと思いましたよ、はい、自分の見知らぬ土地で。へ、まあ、本当にありがたいことなんですけども、うん、まあ、それはね、それはまた別の機会にお伝えするとして、うん、まあ、熱海が終わった翌日には今度は自分のね、塾生さんがいらっしゃる新潟の方に行って、へ、熱海から6時間ぐらいで、はい、北上するとあるんですけども、新潟で、セミナーの合同セミナーっていうのをやらせていただいてですね、うんうん、まあ、これもセミナーの動画っていうのが販売されてるみたいで結構売れてるみたいなんですけどね、うん、なかなか、あ、面白い、その新潟だったかなと思います。なるほど。またね、新潟のね、ご飯が美味しいと。美味しい、うん、ついつい食べ過ぎて3キロぐらい太っちゃったまあね、まあ、お米もね、はい、お米もすごい、ね、うん、まあね、話すと長くなるんで、まあ次回ね、この後半の方ね、お伝えしようかと思います。また楽しみに。はい、ということでですね、はい、第4話ということで、スマホトラブル、はい、ね、しました。しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。